皆さんこんにちは、匿名希望でございます。高画質でお送りするゼノサーガエピソード1パート54です。前回はですね、ネピリムの歌声の中をどんどん進んでいったシオン一行でした。まだまだね、奥は深そうです。さすが最終ダンジョンなのかな、最終ダンジョンのつもりで挑んでおります。結構ね、敵も強くなってきてね、まあゲームプレイヤーとしては楽しい限りです。ではまずこちらのコーナーからご覧ください。どうぞ。本日のイラスト屋でございます。シルエットはこちら。机に座った人が何かを飛んでる、何かが飛んでいるのを見つけてハッとしてる感じだね。何が飛んでったんだろうね。飛んだら困るんだろうな、あれは。じゃあエーテルで、どうしましょう。回復しときましょうね。貴族性か。ケイオス君の攻撃が全部効かなくなってしまうね。あ、体質変換防御入った。あれ、今度はコスモスさんのがダメになるのかな。あ、当たってない感じがする。大丈夫、効いてる。あ、効いてる効いてる、よかったよかった。 B 属性、あ、顔怖い。 B 属性か。どうしようか。じゃあえい、えい、行くわよ。レインブレード。あ、きか、ビーム属性レインブレードって。あ、炎属性のある攻撃完全防御。あぶなケイオス君。じゃあこれでまあ大丈夫なのかな。あれ？行くよ。ライザルショー。さ、一緒のはなんだった？狙ってくるね。殺しに来るね君は。うわー、すごい勢いでブースト。どうしようどうしようどうしよう。連続怖いな。リバトー、今雷属性がダメなんだよね。ありがとう、助かったよ。不吉な数字その2。あら、いけるかな。貴族性大丈夫だよね。あれ、効かない。メディカレスト自分。あれ、これどんどん使える技が減ってくってこと？ああ、
大残賞ももう効かないしね、多分。連続ずるいな。じゃあエーテルで。我、力の一端を解放する。じゃあスペルブレードはまた効くはず。あ、効かない。あれ、スペルブレードって属性なんだ。まだ X バスターは効くもんね。あ、待って、あ、ビームだから効かないのかもしんない。普通の攻撃でいった方がいいかもしれん。ね、下手に技使って隙作るよりはいいかもしれん。あ、倒せた。厄介だったな。そうか、自分の技の属性も気にしていかないといけないんだね、こいつは。あ、でもすげえタレントポイントもらえてる。デコーダ2。いや、強かったね。危ない危ない。あ、あ、すぐ来た。デコード開始します。開始しました。何がある？ダブルハンマーロッド。ももちゃんの装備かな。だよね、ハンマーロッドだもんね。お、強くなる。わあ、なんかピコピコなりそう。戻ろう戻ろうではないか。セグメントドアも残すところあといくつだろう。7つぐらいかな、確かね。1、2、3、4、5、6、7つだね。で、14はもう開けられるから、あとは1、4、1、2。ここはまだドア見つけられていないのか。ここもそうだね。結構あるな。なんかロボパーツの胴体と頭かな、あれが欲しいよね。よいしょ。テク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 。あれ、どっから来たんだっけ。そもそも私はどっから来たんだっけ。うん、ここから来てるんだっけ、確か。ここからだっけ。あ、多分ここから、多分ここから。あ、待って、迷った、完全に迷ってる。ちょっと迷ってたら飛ばすと思います。あ、こっちか。こっちまだ行ったことないのか。じゃあカットだな、今までのは。なんか元に戻ってる感があったんで、いろいろ回ってたんですけど。あ、はいはいはい、なるほど。いやー、道音痴って怖いね。まだ下がある、これ。ないないですよね。あ、こっち、あー、こっちにもなんかある。こっちには何かあるのかな。あー、こっちもあるんだ。じゃあここから順番に行ってみようか。あ、繋がってない、終了。あ、なるほど、ここはあれか、輪っかを下げたところなのか。輪っかを下げるといけるのか。はいはい。じゃあ真ん中繋がってたので、もう一回端っこ行ってみようか。
やっぱここもそうなんだね、同じなんだね。じゃあ真ん中行こうか。多分真ん中になんか装置が見えたので、それを触ると輪っかが降りてくるのかな。ね。ほら来た。で一体で一旦出ないといけないと。そしてまた戦わせるんですね。いいでしょう。ここもまた行ったり来たりを繰り返すんだろうね、きっと。うん。回れる、くるくる回れる。こいつは何なんだろう。壊す。反対側も壊すと多分。あ、なんかコンセントみたいになってる。なんかコンセントに直差しする LED 電球みたいなのよく私使ってましたけど、逆にあれスイッチ切れないから眩しくて寝られなくてね。あれスイッチがあるとだいぶね利便性高いんですけどね、刺したらずっとつきっぱですからね。反対側に行ってもう一方の、ね、直差し LED 電球も潰していこう。お、何あいつ、何あいつ、飛んでるグノーシス。え、なんか近づくと戦うのかな。あれ、いる、あ、いる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 。一旦戻ってセーブしてきます。さてここまで戻ってきましたよと。ちょっとボス怖いんでね、まだ上の階で行ったことのない、とこに進んでみようと思います。ここん、なんだろうこの空間。ブンブンって下に降りられそうだけど、ここは通れない、意味がない。でここは来たところで、上の3つ並んでるところの左に行ったんで真ん中行こうか。いや、あのオピオモルトムってやつ硬いね。シスタークロス装備っぽいね。シスターの洋服かな。いた。ダメージを 10% 軽減。装備なのかな、あのアクセサリー的なもんなのかな。あ、アクセサリーっぽいな。あ、これはありがたい。エーテル力プラス2を外してしまったけど、シオンさん防御力今水着着てるからほとんどないからね。これはありがたい。でも 10% か、100ダメージだとしたら10しかなくならないんだよね。いる？なんかエーテル力プラス2の方がコスパがいい気がする。戻そう。 10% 経験そんな効果ない気がするな。じゃあ今度右側。うわー、何もない。そうですか、そうですか。じゃあ素直にあのボスに挑むしかもうないんだね。行きましょうか。さてここまで来ましたよと。でね、シオンさんさすがにね水着じゃそろそろ寒いだろうということで、ネオアーマーベータつけておきました。じゃあ挑んでみますか。オートセーフティー解除、全ターゲットを破壊
たりとくるね。リアノン C。 あ、遠距離しか行けない。では早速 X バスターの餌食になってもらおう。うん、いいダメージだ。顔怖いな相手。レインブレード。行くよ。うん、ケイオス君ちょっと攻撃力出遅れてきたな。菩薩ショー。あれ結構シンプルなやつなのかな。なんか特殊攻撃をすごいしてきそうな見た目をしてるけど、もうちょっと様子見かな。ミス、ミス。ミスってなんだい、ミスって。わあ、なんか静けさが怖い。菩薩ショー。あ、ブースト封鎖。何それ、みんなブーストできなくなっちゃう。あらあら、横入りは許しませんと。一応ブーストゲージは溜まるのね。ね。なんか敵のデザイン FF10 のボスで出てきそう。そうですか、そうですか。これで浄化の風で治るかな。力の一端を解放。あ、治った、よかった。高烈飛ばし、やめて。あ、自分はブーストしてるんだ、ほほう。そうか、一旦無駄にさせるか。ナイス回避。えい。行きます。よし、ブーストゲージ上がってるよ。レインブレード。やっぱボスだけあって防御力硬いね。じゃあここでどうしようかな。とりあえずこれやって、行くわよ。レインブレード。
あ、倒せた。あれ、よし、いいデータが取れたわ。あれ、我々レベル上げすぎてる、これバトラーリング中ボス的なポジションなのかな。あー、そう、中ボス的なポジションなんだろうね、きっとね。あんまりこう苦しい戦いではなかったね。ねえ、ももちゃん、ねえ、ももちゃん、はい。あ、でバトラーリングってなんだろう、見てみよう。下の方にあるのかな、これか。バトル開始時ブーストプラス1。あ、これすごいな。ブーストプラス1された状態で始められるんだ。これはこれは強い。じゃあちょっとコスモスさんにつけてみようか。スキル取れるかな。このスキル取れたら相当強いはず。読んだレベル、まだダメだ。あ、4になった。バトラーリング取れる。わあ、すごい。ちょっと取っていこう。お、こっちも取れるぞ。あー、足りないのか。じゃあちょっと取っておこうね。わあ、これね、コスモスさんはまだ3なんだよね。でケイオスさんまだ取れてないので、やったね。シオンさんセットできましたよ。バトル開始時ブーストプラス1。すごいな。じゃあこれで装備で、パープルのままでよくて、でケイオスくんにじゃあバトラーリングつけようか。これでみんなブーストプラス1の状態ね。あとはコスモスさんか。いいの手に入れた。これで敵を蹂躙することが可能ですな。多分基本的にはステータスの底上げの方がこう長期戦とかではすごい役に立つんだろうけど、今んとこそこまでステータス底上げプラス4とかが揃ってないので、まあブースト上げで雑魚戦をね楽に片付けられるようにしておきましょうかね。被弾率も下がるでしょう。ボタンは押すものですね。ここがタワー2号棟なんですよ。ネピリムの歌声2番棟って言ったかな。おー、ついた。赤がついた。あ、これで上に行けるようになるんだ。あ、乗れるんだ、きっとあれ。スーって光がスーってグラデーションで消えてくやつ、あそこ多分上に運んでくれるんだ。2つ目の明かりが灯った。じゃああと1個灯せば多分つながるんだろうね。よくあるよくある。あ、エレベーターだ。やっぱエレベーターだよ。セーブができるぞ。これでセーブができる。よしよし、編集点が作れる。よかった。やっぱボス戦の後は編集点欲しいよね。ではね、ここが第2の塔だったので第3の塔にね向かいましょうね。やっとここで塔がつながったので、多分アイテムの取り漏らしもないのかな。そういえば最近セグメントドアないですけどね。
お、なんか狭いな。こっちあれかな、なんか3つ光が灯らないと通れないとこなのかな。あ、やっぱそうだね。この3つをつなげると何かがあるのかな。ね、なんか電力ビリビリ通ってますけど、それぞれの道にね、1と2をつなぐ塔と、あの道と2と3をつなぐ道でビリビリしてますけど、ここもつながったらなんか起こんのかな。もうこれ物語終盤なのかな。あれ、下には降りられないね。じゃあもうこっちしか行く道はないか。こっちとか道ないよね。ないよね。だよね、隠れてないよね、出口が。うん、大丈夫。じゃあ左に行こう。あのトラップがあるってことは、あのトラップがあるってことは、よいしょ。こういうことだな。新しい敵だ。聞いてください。無益な戦いはしたくない。あ、いっぱいいる。はい、そう。まれに死に。廃棄物145号。103号。じゃあまずは全体攻撃で攻めていこう。あ、遠距離のが効きそう。しょっぱなブースト使えるのでかいな。データが飛んだ人のイラストでした。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。バックアップは大事。